下村博文君。委員長。下村君。おはようございます。自民党の下村博文です。よろしくお願いいたします。まず野田総理に、お聞きしたいと思いますが、河村隆名古屋市長がですね、この軟禁30万人大虐殺事件なかった発言というのがございました。これは実はもう安倍内閣の時からですね、専門家によって日中歴史共同研究を図っているということでございますので、これはお互いにですね、歴史的な事実関係については専門家の方々が精査すればいいことであるというふうに思います。ただ白髪三千状と言われますけどね、実際に30万人もの虐殺がなかったということについては私は確信をしていますけれども、数の今日は問題をお聞きしたいということではなくてですね、問題なのはこれから日本と中国がですね、さらなる連携強化、隣の国としてですね、していくということは重要なことだと思うんですね。その時にこの中国においてですね、南京大虐殺記念館、30万人虐殺記念館と言われているんですが、これができたと、いうことですね。でこれは抗日記念館の中国、今あちこちに作っているんですが、代表格的な施設でありまして、愛国主義教育基地として位置づけているわけですね。今後のことを考えるとですね、これはですね、いくらなんでも中国はですね、やりすぎだと。これは我が国としてはですね、きちっと抗議をしていただいて、そして今後の日中関係考えたらね、協調的な中でですね、していくということで、ことさらこういうことをすること自体、私は中国は問題だというふうに思っておりますが、野田総理の見解をお聞きしたいと思います。野田内閣総理大臣。まず河村名古屋市長の発言については、これは基本的には南京市と名古屋市との関係の中で、早く適切に解決されることを期待をしたいと思います。で、その南京のいわゆる虐殺、どれぐらいの規模であったかということについては、これ、諸説ございます。したがって、それの数を私がいちいちうんぬんということを答えることは控えさせていただきたいというふうに思いますが、その上でいわゆる中国における記念館の話、これは、もう作られてから相当な期間が経っています。この時点で突然に何かを言うということが妥当なのかどうかも含めて、これはよく慎重に検討させていただきたいというふうに思います。下村君。いや、また答弁になってませんが、私が申し上げたのはね、南京大虐殺記念館、これは最近の話ですから、特にこういう形でですね、やるようになったのは、これについては日本政府としてですね、しっかりした対応していただきたいと思います。今日は本題が高校授業料無償化問題でございますので、またこのことは別に改めてお聞きするとしてですね、本題に入りたいというふうに思います。我々は前回のですね、私自身が三党合意実務者協議をお願いしたにもかかわらずやってなかったということで、今ですね、民主党の協力をいただいて実務者協議、もう9回目に入りますが、連日やっているところでございます。この政策検証がなかなか進んでいないと、またまだまだ三党合意に至っている部分が少ないということで、引き続きですね、これからもやっていくつもりでございますが、この中で今日はテレビ入りでもございますので、自民党としてですね、この高校授業料無償化、自民党ならこうするということでご説明を申し上げ、そして野田総理、あるいは関係大臣からお聞きしたいというふうに思います。まず簡単にですね、お手元の資料、パネルをご覧になっていただきたいと思うんですが、まず1として、高校我が国教育制度の中で明確に位置づけ、教育上の成果、これは学力や教育内容の向上などですけれども、これが得られるようにすべきであると、義務教育でない高校に、多額の税金を投入しているわけですから、高校教育が果たすべき理念考え方を明確に定めるとともに、学習目標を設定し、そこに到達したかをチェックするため、それぞれのコースに応じた高校卒業検定試験のような仕組みの導入をすることによって、着実にですね、その成果効果がですね、税金投入額に対して上がるような、こういうことをしなければただのばらまきになってしまうというふうに考えます。それから2でございますが、我々はですね、
今逼迫した我が国の経済情勢の中で、もちろんできるだけ、教育に対して投資をすることは必要だと思いますが、ただ財政上は上限があるという中で、民主党政府のですね、約4000億円に対して1割削減して、400億円、その中で真に必要な格差是正、公私間格差を行うということを考えると、所得制限を設けると、およそ年収700万世帯収入ですが、このことによって、公私間格差の是正や低所得者支援の給付型奨学金の財源、2000億円としたいと思います。で、私立高校については、年収650万まで段階的に就学援助給付金を加算すると、それから低所得者世帯については、公私ともに年間24万円の給付型奨学金を支給する、それから3番目に、海外の日本人高校生も支給対象とすると、それから4番目に、朝鮮高校は無償の対象としないと、これは朝鮮総連との関係や反日教育の是正について確認できない朝鮮高校に国民の税金を投入すべきではないと、それから5番目、自治体間格差を是正すると。私立高校を年収600万まで授業料全額免除にする自治体もあれば、生活保護相当であっても全額免除にならない自治体もあります。自治体間の就学支援策の格差、これを給付型奨学金制度などを用いて国の責任で是正すると、この考え方でございます。これをですね、2枚目のペーパーを見ていただきたいと思いますが、分かりやすく、この公立高校においては、年収700万未満は、これは政府と同じように11万8800円の就学支援給付金を給付すると、さらにですね、これは政府よりも上乗せしてですね、年収250万と350万、準生活保護世帯まで含めて、24万円年間の給付型奨学金、返さなくてもいい奨学金ですね、これを上乗せするという考えであります。それからもう1枚、3枚目をご覧になっていただきたいと思います。これは私立高校ですね、この公立高校とプラスしてですね、この授業料の格差是正のために、年収350万未満の世帯については、講師の授業料の差額分、約25万程度ありますが、それを全部負担するということです。それから年収350万から500万未満の世帯については、半分、約12万円ですけれども、負担すると、それから年収500万から650万未満の世帯について、事業料の差額分3分の1を負担給付するという考え方でございます。なぜかというとですね、4枚目をご覧になっていただきたいと思うんですが、この高校授業料無償化、この言葉もね、トリックみたいなもので、公立高校の授業料の無償化なんですよ。私立高校にとっては、これ、無償化になってるわけじゃありませんから、厳密に言えば公立高校授業料無償化なんですね。で、この中でですね、それぞれの都道府県が、減免、補助制度を設けております。しかし、これがですね、都道府県の財政状況によって、さらに格差が広がってるんですね。下の方、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、これはですね、かなりの授業料減免補助をこの連動して施策として行っております。例えば大阪府ですと、年収610万までは、私立高校に通っている授業料、年収610万以下の家庭の子どもについてはですね、全額も面倒見ると。いう形をとっているんですね。それ以外でも、例えば京都府は、年収900万まで、そのような支援策をさらにですね、上乗せしているということでございます。ところが、群馬県、山口県、高知県、大分県、鹿児島県等は、この生活保護世帯、年収250万程度以下のですね、家庭についての支援、それも全額でない、これだけですね、都道府県格差が広がってますから、これを解消するということが必要であると、これが自民党の考え方でございます。そして野田総理にまずお聞きしたいんですが、先ほど田島さんの答弁の中ですね、遺児と母親の全国大会の話をしていただきありがとうございます。私、その交通遺児育英会の副会長ですね、当事者でございまして、
お話をしていただいてありがたいことだというふうに思います。この維持というのは先ほど総理がおっしゃったようにですね、もう災害時、病気時、交通時、もういろんな維持がいるわけですね。この維持というのは先ほどの私立高校であってもですね、その公立高校であってもまさにこの250万以下、もう生活保護ともう同程度のですね、厳しい状況の中で子どもを進学させていると、まあ、いう家庭がほとんどです。ですから実態的に言えばですね、これは自民党の案というのはつまり、私立高校であっても、まあ、授業料分は全部もう事実上はもう見ますよと、国がですね、さらに給付型奨学金もありますよと、まあ、いうことですから、まあ、特にそういう家庭の子どもにとってはですね、これは自民党の対案の方が、まあ、さらにですね、望ましいというのはお分かりになっていただけると思うんですね。確かに教育費を軽減するということは必要なことだと思いますが、限られた 財源の中で我々はですね、行き過ぎた平等主義、確立主義で、そういう家庭の子どもからですね、鳩山さんの家のようなところまでですね、平等に11万8800円をですね、支給する必要はないというふうに思っておりまして、真に必要なところ、財源が限られている中ですね、まあ、そういうことでこの所得制限を設けて公私間格差やあるいは低所得者層の家庭のですね、子どもたちに対する支援というのを案として作ったわけでございますが、足長育英会の全国大会にも出ていただいたという体験からもですね、ぜひこれについてはご理解いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。野田佳彦内閣総理大臣。まあ、一つのご提起だというふうには思うんですけれども、一方で高校授業料無償化を実施するにあたって、その頃また運営においてですね、いわゆる低所得者への対応、公私間の格差がなくならないような対応ということは政府としてもこれ努めてきたつもりでございますし、まあ、これは詳細については文科大臣が答弁をするかとは思いますが、その上でまあ、さっき田島さんが OECD のいろんな比較を出していましたけれども、基本的には学ぼうと思っている高校生等々のその学ぼうとする子どもたちの意欲をしっかり社会全体で受け止めていこうということが基本的には理念となって OECD 諸国もそうしていると、したがって所得制限はしていないということでございますので、まあ、所得制限を急にするとなるとですね、例えば次からの運用ですぐ対応できるのかということも含めて、もうすでにこの制度を定着した前提で考えている子どもたちや親御さんも多いという中で、まあ、どういう議論があるかはこれちょっと政党環境議論の最中でございますので、あまり私が確定的なことを言うのも失礼かとは思いますが、真摯な政党環境議論を受けて政府としてはそれを踏まえて対応したいというふうに思います。下村君。まあ、ぜひ民主党も硬直的にお考えをですね、しないでいただいて、今ご指摘のようなですね、あるいは指摘させていただいたような公私間の格差の問題というのはやっぱりあるんですね。それから低所得者層に対してさらに厚くですね、対応すべきだということについて、まだこう最終的な結論出てませんが、方向性としては合意を、それから都道府県格差もあると、まあ、いうことは認識されておられるというふうに思いますので、まあ、そういう視点から、そもそもこの法律ができたときですね、3年をめどに見直しをすると、まあ、いうことも付帯決議の中で、その項目も含めて入っていることですから、これはぜひですね、前向きに繰り返しを、限られた財源の中でより成果、効果を上げるためにどうしたらいいかと、まあ、こういうことからですね、柔軟な発想を民主党には求めたいというふうに思います。その中で具体的にお聞きしたいと思いますが、まずですね、4の朝鮮学校は無償化の対象としないと、まあ、このことからお聞きしたいと思いますが、まあ、その前に、米朝協議がありましたね、まあ、このことによってですね、これは我が国のこの問題やあるいは拉致等ですね、全般的に日本と北朝鮮との関係にも影響するというふうに思いますので、まず拉致担当大臣からこの米朝協議の結果を受けてですね、どのように我が国としては望むおつもりかお聞きしたいと思います。松原仁拉致担当大臣。ご答弁申し上げます。まあ、この米朝のやり取りの詳細については承知をしておりませんが、拉致問題担当大臣としての立場から申し上げれば、拉致問題について全く解決に向けた進展が見られない状況において、あらゆる人道支援に対して反対されておられる
拉致被害者ご家族や関係者の気持ちについては重く受け止めなければいけないというふうに思っているところであります。下村君。ありがとうございます。明確にですね、我が国としてのスタンスできちっと臨んでいただきたいと思います。その上で、この北朝鮮のですね、下部組織である朝鮮総連ですね、それから朝鮮学校、この関係についてどのような今状況なのかお聞きしたいと思います。松原、これは国家公安委員長としての立場からお願いします。松原国家公安委員会委員長。ご答弁を申し上げます。朝鮮総連は北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識をいたしております。また朝鮮総連は朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識をいたしております。警察においては朝鮮人学校に及ぼす影響を含む朝鮮総連の各種動向について、公共の安全と秩序の維持という観点から従前から重大な関心を持って情報を収集しているものと承知をいたしております。以上です。下村君。今のご答弁の通りの認識の中でですね、平野文科大臣にお聞きしますが、この朝鮮高校授業料無償化対象するかどうかということについて今調査をしている最中であるということですが、調査以前の問題としてですね、この朝鮮高校がもしこの支給対象になったとしたらですね、これは明らかに教育基本法第16条、つまり不当な支配、これに今のご答弁のようにですね、抵触するということはもう確実な状況であるというふうに私は思います。それから政治的な中立性を求められているこの基本法の精神にもこれは違反することであるということだというふうに思いますが、これについての明確な文科省としての答弁をお願いいたします。平野文科大臣。今厳正な審査をしているというこういう状況でございますので、具体的なところは、答弁は控えたいと思いますが、ただ法令違反については、当然、支給対象にならないとこういうふうに私は、思っております。具体的な、事象については、家庭の話という観点では今ご答弁は差し控えたいと思います。下村君。平野大臣、質問を正確に聞いていただきたいんですよ。審査中と関係ない話なんです、これは。今、国家公安委員長から話があったようにですね、この朝鮮総連は朝鮮高校に対してですね、これはもう政治的にも内部に入り込んで介入してるんですね。ですから、これが支給対象になれば、これは不当な支配ということに、つまり教育基本法第16条に違反すると。これは調査してるしてない以前の問題なんですよ。明らかではないですかと。今の国家公安委員長の答弁、その通りであればですね、これは間違いなく不当な支配ということになりますよ。これ調査関係ないですよ。どうですか。平野文科大臣。北朝鮮、総連、朝鮮学校の関係に関しての部分については今、松原大臣が、お答えをした、そういう認識についてはですね、共有していることについては私は、同じ立場でございます。ただその上で、その関係が審査基準に抵触するものであるかどうかの問題については、今規定に沿って厳正に審査をいたしておりますので、現時点でお答えすることは困難と、こういうことでございます。下村君。支給の対象になるかどうかは、これは教育基本法と別の話です。私が申し上げているのは、教育基本法第16条に違反するのではないですかということを聞いてるんですよ。だから審査してるしてない関係話なんです。本質的な話なんですよ、これは。本質的な話。これについて明確な答弁を求めます。平野文科大臣。基本法16条の部分で不当な支配と、こういうことについては、国民全体の意思を離れて、一部の勢力が
教育に不当に介入する場合を指すものであり、現時点でそれがどうなのかということについてはお答えを差し控えたいと思います。委員長、下村君。いや、差し控えたいということ自体がもう逃げてるんですよ。政府の機関である国家公安委員長が明確にね、朝鮮総連の組織の中の、まあ、これ教育会というわけですけど、そこがもう総連が朝鮮高校に入り込んでるということについてはね、明らかになってるわけですから、だからそれ明確に答弁してください、それは。平野文科大臣。一般論としてね、申し上げますけど、ある団体が特定の学校の教育に対して影響を及ぼしている、こういうことをもって、直ちに不当支配ということは、私は、該当しないんじゃないかと、こう思いますよ。下村君。まあ、そうすると、あれですか、先ほど国家公安委員長の答弁でありましたけれども、じゃあ、朝鮮総連が朝鮮学校に入って影響を与えているということは、これは不当な支配にならないということですか。具体的に答えてください。的確に、一般論じゃないですよ。具体的な質問をしているんですか。それに対して具体的に答えてください。平野文科大臣。先ほども、申し述べましたけれども、教育基本法第16条の第1項に規定する不当な支配とは、国民全体の意思を離れて、一部の勢力が教育に不当に介入する場合と、こういうことでございます。で、したがって今、松原大臣の方から申されたものは、そういう介入しているというところまで私は言及しているというふうに思っておりません。下村君。じゃあ改めて松原大臣に朝鮮総連と朝鮮高校の関係についてお聞きします。松原国家公安委員長。お答えいたします。同じ答弁の繰り返しになりますが、朝鮮総連は北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識をしております。また朝鮮総連は朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。警察においては朝鮮人学校に及ぼす影響を含む朝鮮総連の各種動向について、公共の安全と秩序の維持という観点から従前から重大な関心を持って情報収集を行っていると承知しております。これが私の答弁です。委員長。下村君。もう明らかに教育、人事、それから財務影響してるって答えてるじゃないですか。これが不当の支配でなかったら、何をもって不当の支配するんですか。平野文科大臣。支配はしとるが不当かどうか分かんない。今、松原大臣が申されたことについては認識は私は共有しています。ダメだそんな言い方。答弁をしている最中に余計なこと言わない。一方で、はい、その関係において、うん、今審査をしているわけであります。で、したがってその審査についての基準に、抵触するものであるかどうか、このことについては今審査手続き中でありますから、答弁は差し控えたいとこう申し上げています。委員長。下村君。いや、これは審査関係ないでしょ。だって政府の同じ機関じゃないですか。政府の同じ機関である専門機関が明確にそれについてはもう答弁しているわけですから、その通りに従うかどうかわからないってことですか。そうすると今の大臣の答弁は。平野君。平野文科大臣。今審査中でございますから、そのことについてお答えすることは差し控えたいというこういうことを言っています。下村君。冒頭から申し上げたように、これはね、審査とは関係ない話なんですよ。構造的な話ですから。で、そのことについては国家公安委員長がきちっと答えられてるわけですから、審査の内容の結果、不当な支配になるかならないかって話じゃないんですよ、これは。もう明らかにこれは不当の支配だというふうに、これは当然の話として聞いてるんですよ。それについて明確に答えてくださいと。審査して、結果、そうかどうか判断するって話じゃないんですよ、これは。平野文科大臣。
何回答弁しても私の立場で言えば、朝鮮総連は朝鮮人学校と密接な関係にあると、こういうことは大臣もされました。同校の教育を重要視して、教育内容、人事財政に影響を及ぼしている、このことについては、共有、認識は共有していますと、こう答えました。で、従いまして、その一方で今、審査中でございますから、その審査中の、中での判断というのは、第三者が判断をしているわけでございますので、そのことの、ことについての答弁は差し控えたいと、こういうことを申します。島村君。答弁じゃないですよ、今。島村君、質問を続けてください。答弁をしております。いや、答弁をしております。それは審査基準の中に、それ教育入ってません。入ってるかどうかお聞きになればいいことです。はい、下村君。下村君、ダメです。それは今日はいくらやってもダメです。下村君、これ委員長ね、お聞きになればいいですよ。中入っとるのかどうか、それを対象に。じゃあ答えてください。これは審査の対象では私はないと思いますよ。審査以前の問題として、不当な支配云々っていうのはね、我が国の法律における位置づけですから、審査するしないの問題じゃないんですよ。これはそもそも論聞いてるんですよ。それでも審査中というんだったら、審査のどこでどういう形で、じゃあ審査中ってその言えるのか、ちゃんと答えてください。平野文科大臣。従いましてですね、何回も申し上げますが、その どうぞ答えて。いや、ですから、定めた審査基準に基づいて、これを支給どうするか、うんぬんというのが今、文科省として決めておるわけであります。で、今、松原大臣が申し上げたところについては、そういう影響がありますよということについては、私大臣としては認識していますという、そういうことであります。したがって、その影響が審査基準について、どういうふうに不当なものであるかどうかと。いう判断については、まだ審査中でありますから、私は答えは申し上げられませんということです。島村君。いや、全然答弁になってませんけど、じゃあ審査基準、大臣いいですか。平野大臣いいですか。審査基準の中に、この不当な支配に服することなくというものが抵触しているかしてないか、該当しているような項目があるんですか。答えてください。ないはずですよ。平野文科大臣。例えばですね、その審査の中で申し上げますと、重大な法令違反、あるいは申請書類の中で重大な虚偽等々があるならば、そういう事実関係をしっかり調べて結論を出すという、こういうことで。委員長。下村君。だから重大な法令違反があるというのは、先ほどの国家公安委員長の答弁で明らかじゃないですか。法令違反とは言って、だから不当な支配やってるんですよ。法令違反とは言って、それについて答えられないんですか。松原国家公安委員長に聞きました。あなたは法令違反という言葉をお使いになったんですか。もう一度ご答弁願います。さまざまなことを申し上げて、その、じゃあもう一回ご答弁いたします。朝鮮総連は北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識をしております。また、朝鮮総連は朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識をいたしておりますということであります。下村君、ちょっと。どうぞ。いやいや、これは明らかに私は教育基本法第16条の違反になるのではないかということを申し上げてるわけですよ。で、これはね、審査をした結果云々じゃなくて、今はっきり答えられることなんですよ、そもそも。今の松原大臣の、ね、答弁の通りだという、それは共有しているということですから、共有しているということで言えば、これ明らかに教育基本法16条に抵触する可能性というのは高いというのは、これは明らかじゃないですか。いかがですか。平野
文科大臣。法令違反であるかどうかという、松原大臣が法令違反ということを私は申し上げている。いや、私が言ってるんです、私が。いや、ですから、それは見解の違いだと思います。下村君。いやいや、全く答弁にならないですね。全く答弁にならない。答えられない。これはね、答えられないからね、全くこういうこと決められないから、この高校、公立高校無償化問題ね、もう2年経ってるにもかかわらず、逆に今、審査中と、実際、今学期、今年度だってね、今月でおしまいなわけですよ。これは逆にはね、朝鮮高校の生徒に対してだってね、これはかわいそうな失礼な話ですよ。まさに今、不作為の作為をやってる最中なんですよ。それいつまでもね、審査中って逃げること自体がね、けしからん話なんですよ。そんな無責任体制。だから我々は、これはもう法令違反明らかだから、先ほどの自民党の対案で申し上げたようにね、朝鮮高校に対してはもう対象から外せと、外すべきだと。国民の血税を使ってですね、なぜ反日教育をしてるかしてないかわかんないところにね、なおかつこのような本国の影響のある教育科のね、学園に対して、日本の血税を投入することについて、なぜ固執するのかと、もうこの際だからもうやめるべきだと、このことについてはどうですか、いかがですか。野田さんに聞かず、平野法文科大臣。まあ、やめるべきかどうか、今、厳正に審査をしているところですから、その判断をもって、考えたいと思います。下村君。まあ、全く無責任ですね。2年経っても全く決められないという当事者能力がないと、まあ、いうことが明らかになりました。まあ、時間が来ましたので、ここで終わります。ありがとうございました。